オーテップは、アメリカ合衆国のニューメタルバンド。2000年に、カリフォルニア州ロサンゼルスにてオーテップ社マヤと、ジェイソン・マクガイアにより結成された。2001年に、オジー・オズボーンの息子、ジャック・オズボーンに見出され、レコード会社と未契約のバンドながら、オズフェスト2001への参戦が決定し、その後、ジャックとオジー・オズボーンの妻シャロン・オズボーンの協力も、あり。 キャピタルレコードと契約を結び、ミニアルバム、ジハードでデビューを飾り、驚異の新人として、注目を集めた。2002年と2004年のオーズフェストにも参加している。ボーカルのオーティップシャワーヤは、女性シンガーで、シャウトや、デスボイスを駆使して歌う。2007年に、リリースされた、オリジナルアルバム、ザ・センションの中に、ニルバーナの楽曲、ブリードのカバー曲が収録されている。 オーテップの日本版 CD は、現在、2008年に発売された、ジアセンションのみとなっている。セバストローが、当時の投資エム m i から発売されたが、現在は廃盤。2013年、オーテップシャマヤは1月に発売された、ハイドラが彼女のバンドの最後のアルバムになるだろうと、インタビューで話している。ありがとうございます。